おはよう。うわあ。こんばんは。おめでとう1周年ありがとうございます。そう、1年か、もう1年。おはよう。おはよう。そう、もうテレビをメイク。そう、どう、今日のマチャリンは。昨日私何やったっけ？昨日なんかどう、今日のマチャリンはメイク？どう？ 完璧。テレビ用メイク。泣くな、泣かないよ。もう、泣かない。泣かないで、泣かない。今日は泣く日や。いや、そうじゃない。そう、髪の毛も、なんか、ヘアメイクさんに、そう、お任せしてやってもらいました。なんか、編み込みしたいって言ったんけど、そう、やってもらいました。 1年、早くね。 1年早くね。早くね。 早いね。サンちゃんに見える。 そんなに子供じゃないけど、いいね、歩ける、ありがとうございます。 輪っか描いた？小豆のか、小豆、まさに那覇市始まったよ。ちょっと待って、ちょっと待って、あつき、マチャリの配信始まったよ。始まったよ。始まったよ。ちょっと待って、ちょっと。抹茶まげ。もう今日はもともとおったまげ言いたかったんですけど、タイミングがなくて。いや、タイミングがあったけど、そうですね。もしマチャリに感想を聞いたらおったまげ言うけど、これな、ちょっと待って。あった。どうしよう。佐 都にちょっと返信するね。どうしよう。ちょっと待ってね。ごめんね。あ、タイミングが。昨日も佐都と一緒に仕事して、そう、今日も会って、明日も会える。 そう、大好き、本当に。あ、私1周年ってこと、佐藤も、そう、佐藤は私と同じ日、初登場、ビンゴで。そう、明日も会える。 そう、ちょっと待ってね。そう、3日間連続でも、メンバーあるある、3日間連続会えるってそんなに珍しいことじゃない。そう、なんか1週間毎日会えることもあった。
同じメンバーに会った。だから佐藤と3日間え、ちょっと待って、おととい私何やったっけ、ちょっと待ってね、スケジュール見るね。あ、公演か、私じゃあ、あ、じゃあ連続じゃないか、連続じゃないね。あ、じゃあ何でもないもう本当にやったことある仕事を忘れちゃう、あの日付忘れちゃう。明日、あさって、しあさって、しあさっての明日何やるのは全部覚えてる。そう、今週のスケジュールは覚えてる。でももうやったことある、もうやった仕事の日付忘れちゃういつもそうですね。あ、ちょっと待ってね、ちょっと調べることが、未来が大事。そう、そうだね、未来が大事この言葉好き、未来が大事ちょっと待ってね、どうしよう、あ、あそこか、あそこか、ちょっと待ってね、どうしよう、もう大丈夫。そうですね、それが大事。そう、未来のこと、今週の仕事全部覚えてる。明日何する、明後日何する、しあさって、しあさっては北海道握手会、全国握手会、しあさっての明日は社名会この明後日、この明後日、ひー、この明後日ですそう、会える、うー、ありがとうございます、会えるって。そう、飛行機は大丈夫の日あとの、うん、明日、明後日、し明後日、やなんだっけ、やなさって、そう、新幹線じゃない、は北海道まで新幹線で行くなら、ほやめあさってやなさって、どっち、そんな言葉あるの、やのあさってやなさって、なんだ、13日インスタじゃん、いえ、あ、ね、ちなみに方言で違う、ちなみに、あ、おやすみ、友達が北海道でマチャリンのとこ行くって言ってて、だからよろしく、ありがとうございます、わ、あ、やめあさ、あー、そういうことが、ありがとうございますね、え、新豆来るって、ありがとうございます地方によるか、そうなんだ、友達って言わないとわからないけどうん、ね、地位によって違うみたい、うん、そう
で、ね、昨日のビンゴ見てくれた？あの、本当に見てくれました？昨日のビンゴ自信作ですよ、これは自信作だった。おったまげした？見たよ、そう、朝ごはん女子受け、そうですね。え、本当に自分で作って撮影した写真なので、あの、いい評価いただいてめっちゃくちゃ嬉しい。めっちゃ緊張したんよ、本当に。前のサットとか他のメンバーのやつはちょっとなんか見てるけど心はずっとあざあざして、なんかマチャリのはどうなるのか、本当に頑張ったから、なんかたくさんいいねもらいたいな、落ち着かない。本当にずっとそう、あ、じゃないか、わざわざじゃない、なんでか、ドキドキしてざわざわして、そう、ざわざわして、で、なんと満点いただきました。本当にありがたいし、びっくりしました。本当にめちゃくちゃ嬉しかった、本当に。マジでざわざわ、マジで本当に、なんていうか、頑張ったからね、本当に頑張って撮ったから、うん、マジでそうね、放送終わってインスタのフォロワー数も増えました。うん、増えましたね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。そう増えたね、100人くらい増えたかな。うん、そう、今は8000人超えました。昨日フォローしたよ、ありがとうございます。うわ、そう、今8000粒。でもね、まだまだかな。あの、なんでだろうな、ツイッターは半年前、ツイッターは半年前、ツイッター最初は2万だったんですけど、え、逆になんでインスタはそんなに、え、ちょっとショックうん、インスタもぜひ見てくださいね。今フォローしてきました、ありがとうございます、優しい。そう、公式ついてるのに、そうですね、ユーザー数問題じゃないかな。でもみんなインスタ使わない？そうですね。でもツイッターよりインスタの方が世界的だと思う。うん、どっちもフォローしてる、ありがとうございます。もっと世界的と思うけど、男子は見るの？男性少ない。でも
いないんではないし、女の子も女の子使い、みんなんかほぼみんな使ってるじゃないんですか。そう、見てるよ、ありがとうございます。そうですね、今日でもツイッター使ってる、なんか日本人は使ってる。でも私の場合は台湾のお友達はね、ツイッターなかなか使わないよ、みんな使わないよ。使ってる人がめっちゃ少ない、めっちゃくちゃ少ない、なかなかいない。使ってるっていうかホロだけ使う、なかなかないないね。台湾の人が少ない、全然いないじゃないんですけど少ない。 Facebook 使って使ってる Facebook とインスタ、そうそうですね。いまいちって何？Facebook メインでしょ？そうですけど、でも Facebook は Twitter より世界的じゃないですか？なんかユーザー数を見れば。インスタはこの問題がないけど、Facebook はそう、 Facebook はいや、その前インスタと関係なく、 Facebook もともと Twitter より世界的かな。あー、ちょっと待ってください。いまいちは少し残念。あー、そういうことか。ありがとうございます。そうですね。Facebook は今 Facebook はどんな感じだろうな。Facebook もついたより世界的。でもね、私は個人的には。どうしよう、どっちが好きって言った、 Facebook と Twitter？ ちょっと自分はめっちゃ難しい問題を開きました。 Facebook と Twitter、 ちょっと Facebook 今どんな感じわからないけど、 Twitter まあどっちでもいいこと悪いだろうな。そうですね。そうですよね。Facebook はなんか友達のみたいな感じ、友達。でも Twitter は友達じゃなくてフォロー数もめっちゃ見れるし。そうですね。Facebook は友達の感じかな。そう。使い分け、でもなんていうかな。そうですね、今の仕事は、ツイッターの方がいいかな。 Facebook イコール友達イコールショールームショールームは友達みたいな感じだけどね。そう、
ある？ Facebook はフォロー上限読めない。ある？ Facebook 怖い？なんで怖い？なのちょっと待って、 Facebook は本当の友達、 Twitter はオタク友達。上限なの？上限フォロー上限ある？そうなの？何人は上限？もし私めっちゃちょろいし、めっちゃたくさんのメンバーと、メンバーじゃない、メンバーがない、みんな使ってない、5000全然いけるんじゃん。 DD でも AKB はね、そう、いえいえ、あ友達の上限ってこと？友達？でも友達、人生友達5000人がないんじゃない？5000人、多すぎでリアルじゃない、なんか適当押すじゃない？5000人だったら5000人ね、仲良し？5000人全部仲良し？5000人多すぎ。そう、5000人友達いるわけないんでしょ。コンサートなのって5000コンサートなの？そうなの？知らなかった。知らなかった。すげえ、5000粒？確かにコンサートできるって、確かにね。どんだけで言ってた？フォローする人じゃなくて友達？友達5000人全然余裕、3000人も余裕じゃん、じゃない？ね、だから境内に5000人、境内に5000人 LINE？ どういうこと？好きな、大丈夫。好きなら大丈夫。確かに、こしあんたちはちょっと年賀状5000枚、本当？つぶあん、そう、そんなことできる？私はつぶあん発祥が面白い。そう、ツイッターは上限ないよね。ツイッターはないよね。ないかな？ないよね。ツイッターはない。もうツイッター今慣れた。でも
マチャイのプロフィールはね、ツイッター初心者ですって。ずっとどうしよう、今変更して削除する？する方がいいかな。する方がいいよね。ちょっと待って、あ、チーム B も変わる。じゃあ一緒に変わろう。チーム4、え、ちょっと待って、最後スクショする。最後のチーム B と初心者じゃないが、でも色のバランスが悪い。記念にそう、今までありがとう。そんな重でも、あれ削除したらなんか色のバランスがやばくなる。なんか青がない。まあとりあえず放送する。ああ確かに青がないか。まあ一応インスタの青あるけど、なんか色足りないね。なんか逆に変、どうしよう。そう、青がなくなっちゃう。なんかもともとネットはこだわり、ちょっと色のバランスは、ね、もう考えたよ本当に。ツイッター初心者ですって、なんか汗の絵文字があって、そうですね、あの青があってなんか寂しくなったね。でも3日間後多分慣れると思う。ね、美術の先生か、いえ違うけど、なっこり惜しい、なっこり惜しい、なんだろう、慣れたよ。そう、何がいいかな、確かに何がいいかな。そう、でもインスタの自己紹介はもう考えたよ。なんかカラフル、あれも考えた。そう、何にしようかなよね。汗同じしても慣れた。汗はどうする、慣れました。汗どういうこと、汗と同じ入れてもう慣れました。汗、あ、ツイッター初心者じゃなくてツイッターもう慣れたあー、すごい、これすごい。でも慣れたじゃない、でも微妙、慣れたもんは微妙ですね。そう、まだ研究もじゃなくて、でもツイッターなんかインスタの方が難しい。なんかね、ツイッターは載せるリツイートだけど、インスタはなんかいろんな機能ある。なんかもうまだわからない。なんかツイッターはね、わかりやすいかな。そう、あれ微妙なことある、微妙、ツイッター微妙な、今はもうないかな。もう慣れた、去年の8月から。そう、もう9ヶ月くらい。そう、もう慣れた
慣れた。うんね、ため息が。うん、そう。でも持ち数、そうね、あれは本当に140文字はちょっときついな。ちょっとじゃない、めっちゃきついな。そう、きつい。うん、3ヶ月後1年、そうだよね。ツイッターは、うだだだだ、インスタはまだまだ、まだ何、2週間、3週間動画もね。でもインスタは動画、え、ちなみにストーリーはどれくらい載せれる？ストーリー今までまだあのストーリーは長すぎで載せれないよと言われたことない。ちょっとコメント止まってる。コメント止まってる。そう、何その言い方、あのインスあのあの、うん、とりあえず言われたことない。何の前、いや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 、何でもない、載せれないよ。いやいや、言われたことないから。うん、ロボット、そう、ロボット、ロボット、ロボット、うん、長すぎでできます。うん、い、な、何怖い？言い方、言ったら怖い。いやいや、言おうじゃ、なんか警告じゃなくて、インスタ喋るの喋れないけど、なんだろう、あのね、モノマネ中点引こう、中点引こう、の、私はロボットではありません。うん、注意メッセージ、そう、注意、一体どれくらい載せれる？35って、どれくらい載せれる、あのストーリーって。140秒、そんなストーリーはなんかある意味、ストーリーはちょっとモバメに似てるかなと思って、なんか今何してる、15秒、短っ、15だけ、短いね、めっちゃみち、え、やば。15秒、めっちゃ短い、すぐに終わっちゃう。確かに投稿は1分でしょ。ちょっと待って、15秒、 HKT よりは3秒長いな。いや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 、そうじゃなくて、いや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 、12秒と、いや、あ、ストーリー、いや、違う、話違うでしょね。すごいな、あの方長くなった。そう、15秒は12秒より3秒長いけど、新曲、あ、確かに、ストーリー、このただの15秒のストーリー、すごい、なんかね、うん、歌うしか、眩しすぎる。いやいや、やだ。なんか前もなんかメンバーとあの話して、なんか7時12分の初恋はなんで12って、でももし
7時20分のはず恋だったら変じゃないですか。13も変、12は一番なんていうかな、どうし、え、やばい、12部の初恋と12部、え、全部12、は、先生は12が好きかな。うん、そう、12、確かに12かわいい、なん、うん、なんか12かわいいね。うん、寿司、寿司、あ、寿司、うん、そう、時刻表、うん、お寿司しかない、え、いい、うん、読めない、うん、あ、次なら22時。ありがとうございます、ありがとうございます、そう言ってくれたらありがとうございます。22時、今日は22時半だけど。うん、22時好き。うん、毎日初恋。あざーすって、22時好き。うん、たまに遅刻、でも今日は仕事だから、今日は仕事だから、そう、仕方ない。うん、17は、マチャリン、17が好き。年齢、17チャイが好き。17チャイだから、うん。寝坊じゃなければいい。21が好きです。あ、マチャリンは21日。生まれ、誕生日は。無理やり。うん、5回目だけど今日もこの話して、嘘つきと言われたんけど、嘘ついてないよ、17歳だよ、5回目だけど。5回目、な、声が小さくなかった、5回目だけど。17歳、うん、そう、5回目だけど。うん、もう大声で、大声はちょっとできない。うん、なんか自信満々じゃなくて、どんどん声が小さくなる、5回目。うん、わら、誤解される、そう、誤解される、どんどん声小さくなった、うわね、ついにひわさんより年下、そうで、今日はひわさんとキーちゃんとこの話して、そう、キーちゃんは今17歳じゃん、そうですね、今まだ同い年、そう、なんかひわたんはね、もう大人、17歳、17歳、そう、うん、もうひわたんに敬語、同い年じゃないんだ、倍線、倍線。確かに
でももともと焙煎だけど、もともとはね。そう、あ、今日はひわさんとこの話した、学校、ひわたの学校の話。なんかそうですね、隣の人は芸能人だったらどんな感じだろうなって押しそう言ったら、ひわたに笑われて、マチャリもじゃんってでも私日本に来てもうなんていうかな、学校学生じゃないから、まあね、今たくさんのメンバーはねまだ子供だから学校行ってるから、学校行ってじゃあどんな感じだろうな、なんか隣の人は芸能人とか、なんかすごい、すごくない想像できない。うん、そうですね、私もまあ前好きなアイドルたちと一緒に仕事してるけどでも自分は芸能人じゃない場合、隣の友達は芸能、分からない、なんか想像しづらいじゃない、分からない、どんな感じだろう、あれ17歳なのにかっこいい、あ、そう、モニタリング学校に潜入モニタリング、映画みたい、確かに。なんかモニタリングなんだっけ、あの友達の、友達の彼女はめっちゃ有名人とかあるじゃないですか、うん、やってるねモニタリング結構見てますはい、うん、そう、どんな感じだろうな、想像しづらい。パパとママも自分の娘はあのアイドルって想像できないって、この間、この間、うん、ちょっと前言った、そう、想像、一応ペンゴを見せてあげたけど、ってか想像できないって言った、うん、そうですね、うん、なんかひわたんとこの話して、でなんかもし自分の娘は突然テレビに出たらって、うん、ちょっと待って、ひわたんは突然じゃないか、2歳の時からかあ、突然じゃないかひわたんなんかね、子役だから 2歳から芸能活動やってるから、そう、だから突然じゃないね突然じゃないねそう、私だったら突然だけど、そう、私は突然だけど、日は突然じゃないよね日ちゃいから、すごいね、本当に偉い、うん、突然、でも私の場合結構突然、まあパパとママは知ってるけど、あのデビューの子供は知ってるけど、前はね、でもおばあちゃんが知らなかった、あのおばあちゃんはなんか反対した、まあ前はママとパパも反対したんけど、ママはめっちゃ反対したけど、あの時私お披露目デビューの時はもうママもう応援してくれるけど、おばあちゃんはね、なんか
なんかパパとママがめっちゃ悩んでた。なんかどうやっておばあちゃんに言うの、なんかずっと悩んでて、どうしよう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 って。なんかおばあちゃん めっちゃ反対したので、だからパパとママすっごくすっごくすっごく悩んでたんけど、そうあの日はある日、あの日あ私 お披露目した日あののとりあえずの後はね、そうあの日時はあの家でなんかお客さんがいる、だからパパとママはあの食べなんなんていうかな、リビングじゃないところと、なんか食事するところ机があるところと、あのお客さんとパパの友達かな、ちょっと私もよくわからないですけど、そうお客さんなんかいえ変パパの友達、パパの友達と、そうダイニングです、それな、でダイニングそうダイニングで、そう話してて、でおばあちゃんは結構なんていうかな、寝やすい、おばあちゃんはでも結構危ないね、なんか例えばあの食事途中突然寝ちゃったとかよくあること、そうなんかテレビ見ながら寝るのは普通だけど、そうでも結構健康、おばあちゃん結構健康だけど、このくす危ない危ない、めっちゃ危ない危ないよ、食べる途中に寝ちゃう、よくあること、なんでだろうな、なんか危ない、本当に危ない、事故したこともあるけど、もうなんかあのエレベーター乗りながら寝てバンってしたことある。そうだから、そうだからこの何年5年何年だろうな、そうまあパパとママはね、なんかもしできれば私たちのなんか家に来るのは一番いいかなと思ってる。なんか危ないんじゃないですか、一人だったら。そうでとりあえずあの時おばあちゃんがあのテレビ 見ながら寝て、まあいつものね寝てるけど、あの時はなんとおばあちゃんが起きてた。なんか普通は寝てるけど、あの時起きてテレビを見てなんかなんか女の子、日本のグループ、名前マチャリって叫んで、パパとママは何なんか走ってどうしたのってマチャリなんでテレビにいるのって、あパパとママはまあでもバレた、そうバレた、多分あの時眠かったけど、なんかマチャリの名前マッチャリンって、マチャリン、あマチャリンは台北で大学行ってるんじゃん、なんでテレビにいるのって。そうでパパのママはなんかどうしようでも説明もういらないじゃない、あよかったって、もともとすごく悩んでたのよ、なんかどうやって説明するのがわからなくて、そうなんか実はマチャリン今はこれから日本に行くよって言えない、パパとママは言えない、でもそうあもう見た通り
おばあちゃん見たの通り、そう日本にいるね。そう説明な、そうそうそういうこと。になっちゃう、なんかね。説明もね。おばあちゃんがめっちゃびっくりした。そうこの通りです。そうですね、見ての通りね。そう見ての通り、そうそうになりました。そうびっくりした、おばあちゃんが。そうでもなん、でもふ本当に普段はね寝ているけど、あの時は起きてた。これも不思議。運命かな。運命かな。起きててよかった。うんうん、そう普段は本当に寝てる。でもなんか病院に行ってもなんか検査したら特にくっ、なんていう、くっせー、なんていうかな、特に何の問題じゃなくてただ寝やすい。でも危ない、本当に危ない。だから私高校生くらいの時からかな、そうよく一緒に住んでた。毎日じゃないけど、そうできればこっちに来る方がいいかなとみんな思ってる。でもおばあちゃんは結構いろんなところ行きたい、だからね、そうそうですね。でも危ない。まあバスなんか前は自由人自由前はあの自転車乗ったんけど、あの青、あの信号青の時はね、そう止まって寝ちゃって、そう結果して、そうこれから自転車はダメと、うん、言われて、パパとママかな、そうで今はバスだけど、だけどそう私もびっくりした、えっ、バスだけど、バスはいつもね、うん、なんか行きたい場所をそのまま過ごした、いつもそうだけど、でも 一応安全、自転車より安全、そう危ない、本当に危ない。そうでも最近パパとママ電話して、なんかおばあちゃん最近元気と聞いたら、いつもの通りっていつもそう言ってる。山手線なら大丈夫。山手線ないよ。うん、いつもの通り、ああそうなんだ、でもいつもの通りがいいと思ってる。なんかね、もう何歳だ、80何歳なので、そういつもの通りもありがたい、もう一番いい。うん、うん、元気が一番、そう。突然おばあちゃんの話した。そうとりあえずおばあちゃんがびっくりした、突然マチャリン、え、マチャリンってびっくりして、そうごめんねおばあちゃん。おばあちゃんごめん、なんかね、私も行ってないし、パパとママもすごく悩んでて、どうやって説明しようかなとすごく悩んでた。うん、言えない言えない、私から言えない、言うわけないでしょ、パパとママも言えない言えない。説明したら、説明なんか難しい、
でもおばあちゃん自分でした、浴衣ね。どんな感じだろうな、突然隣の人がテレビに出た後どんな感じだろうな。怖いの、怖い、なんていうかな、うん、怖くはないけど、でもおばあちゃんがそう欲しくないから、おばあちゃんに言ったらか、なんかひどくない、ひどくないじゃん、自分言う資格はないけど、そのまま何も言ってない状態で行くのは私に資格はないけど、でも説明しづらいから、どうやって説明するのもすごく悩んでて、そうですね、うん、溜まってきた、ごめんなさいおばあちゃん、なんか本当にごめんなさい。ね、うん、テレビに出ちゃった、マチャリヘビロテ、いやいや、ちょっと待って、マチャリヘビロテ検索もういらない、検索なんてもういらないよ、もう そうですね。もうね、ヘビロもう忘れてね。黒歴史、まあそう、うん、真っ黒。検索は間に合ってます。もう間に合ってます、はい、検索は間に合ってます、うん、うん、見たことない、大丈夫、見なくても大丈夫よ、本当にね。おばあちゃんショールーム見たらチャラさにびん、チャラさん、チャラさにでなんん、みんなで、いやいやいや、マジで見ないで、言葉のフリじゃないよ、よ、うん、もう今はマチャリン、ジャバージャとかマチャリン、友達ができた、検索してみてください、検索してみ、検索してください、そう、うん、宣伝上手、もちろんの、うん、もちろん宣伝上手してみ、してみ、いきなり宣伝、お友達ができたもん、まちゃに鏡餅、鏡餅はそんなに黒歴史じゃないけど、黒歴史と思わないけど、え、ま、本当に面白い、そんなに面白い、面白い、餃子、餃子、あ、懐かしいね、うん、鏡最高、面白い、マジャリン17歳、検索したら、え、気になる、気になる、本当に気になる、マジャリン17歳、え、マジャリン検索したら何が出てくる、え、何が出てくる、気になる、気になる、じゃ、気になる、何が出てくる、ショールームかな、ショールーム、変な外国人、ショールームとか、ショールーム、
とかツイッターとか、そう、マジャリン17歳5回目おった、ああ、確かにおったまげ、おったまげ、そう、熱気持てるよね、熱気、ヘビロテミツキスポンポン、何スポンポンインスタファイ、ありがとうございます、ありがとうございます。え、変な外国人出る、やだこれは悲しい。え、頑張ってるのに、頑張って面白い日本語勉強し、覚えるのに、頑張って勉強してるのに。鈴木遥か？インスタグラム？嬉しい。バカブル？ ごめんね。え、ちょちょで帰ったら何が出てる？グラビア？埼玉県民？埼玉県民？うん、聖誕祭？へえ、インスタ？インスタもツイッターもフォローしておきます、ありがとうございます。 TP の子たち、マチャリンより日本語上手よね。日本語うまいよね。で、人、悲しい。まあ日本人いるけど、うん、日本人が負けたくない。何？モバメも取りましょう。ありがとうございます。え、宣伝ありがとうございます。モバメも取りましょうって、あつきがおすすめしましたよ。ちょっと、あつきがおすすめしてくれました。皆さんぜひぜひ、もう場面もね、見てください。毎日送りますよ。うん。日本人に負ける、まあ日本人に負ける、だけど、もう場面撮りましょうで、ありがとうございます。もう場面かわいい、かわいいですか？ 2年前から撮ってる。2年前ってことは最初から？うわ、ありがとうございます。最初から？ツイッター、インスタグラム、モバメ、全部フォロー&撮ってます。ショールームももちろんですね。あずき、あずき、イェイ、ハンコ、あずき、ありがとうございます。フルあずき、ありがとうございます。もちろんですって。あ、マチャリのことしてから1年。あ、ビンゴですか？してから1年、ビンゴかな。もちのろん。 ビンゴきっかけ、ありがとうございます。そうですね、この1年は1回だけ出てない、1回だけ、本当に1回だけ。え、なんか、不思議、なんか、ずっとビンゴを見て、ビンゴ大好きだから、ずっと AKB ファンの時から、ずーっと AKB ビンゴを見て、なんか、好きな番組と聞かれたら、M ステと AKB ビンゴ。バラエティだったら、AKB ビンゴ、絶対に1位。そう、ビンゴと M ステが大好き、一部。そうだからね、県民賞は3番来ないかな。県
以上も見てるけど、イケビンが一番好き。うん。で、だから自分もビンゴに行ってるって、でもビンゴに行ってるよりAKB に入れるのは不思議本当に大好きだからAKB に入るの本当に不思議。中学生から中2中3から AKB に入りたいという気持ちがあるんけど、まあ現実の話、入れるわけないでしょ普通は。正直な話、海外だからね、海外だから。だからもし私は日本に住んでた、もともとあの時日本に住んでたなら、もしオーディション応募して順調にもし合格できるなら、もしはね、じゃあ15期くらいかな。そう、うん。でもね、海外だからオーディションって日本に来るのはね、いろいろ外国人はいろいろ、日本に住んでいる外国人きっと知ってる、うん、いろいろだから、そうですね、そうね、日本に住んでないと、そう、とりあえずね、なんか日本に住んでいる外国人きっと知ってる、いろいろね、そうだから入れるわけないでしょと思って。そう、いろいろあるね。そうだから本当にあの機会、あのオーディションはね本当にありがたいし、そう AKB が大好きで、 AKB がもう大好きで、でまさかあの大好きな AKB に入って、大好きな AKB に出演させていただいて、うわ夢みたい本当に。うん、そう本当に、うわ不思議な、そうめっちゃ不思議だって。あ、Mステも、あ、MステもMステはもちろん、そう現実だよありがとうございます。ですよね、もう現実になった、昔の夢も現実になった。 M ステティションもらったね、もらいましたね、うん、選抜と選択曲、うわそう言っていただいてありがとうございます。え、本当にありがとうございます。実は今夢の中ね、前もこの話したよね、ただマジのパー見たかった、どういうこと今は夢、あ現実です見たいってひどい現実です。そうなんか長い夢2年の夢、長いね、うん、でもあのね、昨日のインスタ、昨日インスタに投稿したあの先週の握手会で、ある台湾の女の子が来てくれて、そうあの台湾オーディション私も応募したよって、選ばれたのはマチャリンで本当によかったって言ってくれて、ただの一言だけどめっちゃくちゃ感動した、本当にめっちゃくちゃ感動した。うんね、そうめっちゃ優しい、
であれは月曜日のことね。だけど土曜日も日曜日も来てくれました。そうそうですね。なんかね、本当にただの一言だけど本当に感動しましたね。本当にうわー、なんでかな、選ばれたのは一人だから、そうですね、そうですね、なんていうかな、悔しいだろうな他の子は。よくそう思ってるけどなんか選ばれたのはマチャリンで、なんか他の子は悔しいだろうなと思ってるけど、あの子が本当によかったって言ってくれて、あーめっちゃ感動して、あなんかキュンキュン、なんかキュンじゃなくて、なんていうかな、はって感じ、はっ、そう、お姉さんも悔しい、お姉さんが悔しいより怒ってたなんでマチャリなの、なんでって、お姉ちゃんが怒ってた、なんでマチャリなの、ブスなのにブスでごめんなさいそう、お姉ちゃんが怒ってた、来ないうん、そう、でも今まあ口はそう言ってるけど姉妹だから言える。でもなんかね、なんていうかな、強すぎるね。でも今もいつも支えてくれてる。そう、インスタのインスタも厳しめでアドバイスしてくれます。インスタも厳しめです。はいはい、うん例えばこの間のあの写真はね、あの全身の写真があったんじゃないですか、握手会の。ちょっと待ってね、どこだろうな、これこれあね、あるんじゃないですか。で足のところはね、なんか靴見える見えないくらいあったんじゃないですか。これ NG って言った、うん、そう。でも私は個人的になんていうかな、ちょっとと見せたいなと思って、うん、そう、なんか靴下の色がなかったらなんか暗いな、だって靴下は一応黄色、そうだから見せたいなと思ってわざとちょっと見せた。でも全部見せたらなんかね、あのこれは限界、これが見せようかな、ちょっと待ってね、え、これ見せ、まあね、まあ見せる元々の写真は、ちょっと待ってね、どこだろうな、元、あ、ちょっと待ってね、どうしよう、まあいいや、これにしようかな、はい、ちょっとこういう感じです。実はこことここと下が映ってる綺麗のはこの壁だけ見えるかな、隣はこれ、はいちょっとアウトめっちゃアウト。でもそう、自分で会長会長です、はい。なんかコメント早くない？早くない？コメントはちょっと早くなったよ。ちょっと待って皆さん、コメント早
早くない？そう、実はあの壁の隣はこれです、これです。下もちょっとこういう感じです。そう、だからここしないとなんか見えちゃうよね、ここ見えちゃう。だからここして、でも靴下はちょっと残して、わざと残してたのにお姉ちゃんが厳しめで、出すなら全部出す、出さない、全部出さないと、じゃあ全部出さないって言われて、あ、なんか、あ、なに、コメントめっちゃ早い、やばい。なんか怪しいなと思わな、思われないよ。そうそうそう、会場が会場だからさ。ちょっと待って、これはちょっと待って、もう一度見てね。これはあの、あ、出た、あ、これはね、なんていうかな、インスタ用で、実は、あーあー、やばい、もう一度探す。実はそう、インだって頑張ってるよ。え、めっちゃたくさん撮ったのに全部カットして、そう、実はもともとはこれです。はいはい、そういうことです。実は現実は、え、全部これですよ、全部これですよ。だから全部カットしてこれになって、え、大変だったよ本当にめっちゃ大変だったよ、頑張ってたのに。何枚撮ったの、いつも多い。昨日のインタビューもなんか、ひわたんとさっととインタビュー、昨日かな、昨日でなんかひわたんがなんかマチャリのセンスがいいって言ってくれて、写真もいつもめっちゃ撮ってるって、あの、めっちゃ撮ってるって言った時、佐藤はうんうんうん、マネージャーさんはうんうん隣のマネージャーさんはめっちゃ笑ったね、うんうん、なんかただ聞くだけ、なんかこっち見ないけど、で私この目線なんかさっと日渡ってちょっと遠いところ、マネージャーさんで見たら佐藤はうんうんうん、マネージャーさんはふんふんふんマネージャーさん笑ったあ、でもあのいつもあのマネージャーさんよく知ってるね、あの佐藤も日和さんもあゆもなんかよく撮ってくれるからそうですね、はい、なんか申し訳ないなんか本当にね、いつもめっちゃ撮ってそう、なんかそうですね、マネージャーさん、そう、マネージャーさんに苦笑いだったマネージャーさんが笑ったよ本当に。なんかちょっと悲しいというか、まあね、まあまあ、いつもすみません、はい笑おうってマネージャーさん、マネージャーさん、マネージャーさん、そう、いつもね、いつもそうだけど、なんかごめんなさいマネージャーさん。しかも苦いじゃない、なんか笑ってる、笑ってったマネージャーさんお疲れ様です。そうですね、いつもなんかね、例えばひわたんはすごい、ひわたんは3枚くらい撮る、そう、すぐに。マチャリンは3枚、え、絶対できない。え、今日は何枚撮ったの、100枚くらいかな、なんか、うん、ちょっとこだわり、癖があって、特にインスタ始まって今日は100枚くらい、うん、
そう撮ったね。容量不足だよ、容量問題不足だよ。本当に100枚撮ってた。100枚、すげーって。え、ほんと？そんな100枚、え、何枚だろうな。ちょっと削除したもあるし、何枚だろうな。ちょっと見るね。削除した、あーでも 100枚ある。あ、じゃあ100枚あるか。そうね。ね、はあ、まさに AK ビンゴ見て、ちょっと待って、ちょっと突然告白、ちょっと読むね。まちゃに AKB ビンゴ見て好きになりました。大好きってありがとうございます。大好きって嬉しい、ありがとうございます。毎日100枚、え、写真による。毎日じゃないですけど、でもね、写真による。何の写真撮るのは、え、一番早い写真、ちょっと待って。でも今日、ああね、そう、例えばどうしよう、例えば見せれるかな。ちょっと待ってね、ちょっと見るね。あ、そんなに多いじゃない。あ、じゃあ例えば、じゃあ見せるね。ちょっと待って、ちょっとだけ、この間のネイルの写真も、あの握手会のさっき見せたあの写真も、ちょっとこれは削除したところ、でも削除してないところもあるから、あ、まあね、一応削除したのは、ほら、これ撮って、これ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 もなんか、え、ちょっと同じに見えるけど、ちょっと待って、同じに見えるけど違う、同じに見えるけど違う、これは違う。はい。え、頑張ってたよ、いっぱい、そう、こう見たら全部同じだけど、でも実は違う、違うか。違うよ、ほら、違う、ちょっと怖い、なんか全部って怖い、違うよ、これは違う、同じじゃない、頑張って選んだ一番の写真を載せました。間違い探しじゃない、間違い探しじゃない、同じしか見えない。え、違うよ、ちょっとこれは小さいから同じに見える。ちょっと待って、ほら、こう見たら違うでしょ、違うでしょ、ほら違うでしょ、ほら違う写真、ほらでしょ、間違い探しじゃない、ほら違うでしょ。え、頑張って撮ったのに、ちょっと褒めてよ。本当だ、動画じゃない。でもまあ、こう見たらでもね、全ちょっと違う、なんかね、違うから、そう、一番いい写真載せました。これは今の趣味。あ、前の飾りの時のもめっちゃ撮ったわ、めっちゃ撮ったわ、やば。削除したのはほぼ同じ、今日削除したのは見る。ちょっとやばい、今日削除した、でも残ってるのもあるけど、
削除、一応削除したのは今日はこれくらいです。はい、もうやばい、そう、そう見たのがやばい。はい、違い、一緒じゃないよ。そう、まさに時間がやばい、同じ写真だ、違う、あ、時間やばい、あ、本当だ、違うよ、頑張ってるのに、そう言わないで、本当に、悲しい。変わっていく写真、確かにね。だからあの写真撮るのは頑張ってるから SNS 見てね、マシャルの SNS 見てね、見てね、本当に早口タイム、そうですよね、今早口タイムしないと。じゃあそろそろ終わりますよ、今から早口でランキングを読み上げたいと思います。じゃあ今から読みますね。13位から13位はメルさん、ありがとうございます。12位はリニアさん、ありがとうございます。11位は小寺にこうたさん、ありがとうございます。で続きます、10位はちょっと待って、これは日本語じゃないよね、日本語じゃないよね、ちょっとこれは日本語じゃないよね、前も言ったよね。イエユンさん、ありがとうございます。そうですね、日本語じゃない、ありがとうございます。じゃあ続きます、次はシギさん、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ続きます、8位は朝香さん、ありがとうございます、朝香さん。じゃあ続きます、7位、覚えてる、覚えてる、でもちょっと一応確認ね。じゃあ続きます、7位はタカさん、ありがとうございます、タカさん。じゃあ6位はひろきちんさん、ありがとうございます、さとし、ありがとうございます、ひろきちんさん、うん、うん、うん、はい。じゃあ続きます、やばい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 、時間、5位は今何分、58分、ちょっと待って、 5位はよっちさん、まちゃいかめおし、写真撮りすぎ子供洋服が大人かわいいな、ありがとうございます、髪の毛が子供、洋服はかわいい、ありがとうございます、洋服は大人。はい、じゃあ続きます、4位はマシンさん、そう、あとで寝る、そうちゃんと睡眠取ろうね、ありがとうございます。じゃあ続きます、3位は清丸さん、心が痛い1日だけど配信見て、何、なんで、なんで、ありがとうございます、元気出してね。じゃあ続きます、2位はジョイ、そうインスタ自分さ開始した、そう、でもいえいえいえ、もっと頑張らないと、いえ、マチャにはもっと頑張らないと、目標はもっと高いから、ありがとうございます。じゃあ最後1位はビルマさん、マチャに毎日お疲れほど楽しい配信ありがとう、本日は誕生日なのですか、え、誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデーとユー、はい、時間ちょっとごめんなさい、ちょっとビルマさんおめでとうございます、イエーイ、え、そうなの、え、ピンの一瞬で大丈夫、おめでとうございます、え、